感動したって言えばいいですからね。遠征カモの旅、一泊二日で巡る四国八十八箇所シーズン2、二日目は午前中だけ。どこまで回れるか、30番札所善楽寺を出発。さあ善楽寺さん行ってまいりました。30番ですね。30番台に突入しました。30番つっても残り50寺以上あるからね。そう考えたら全然なんかまだまだだなと思っちゃうな。まあそれでもね、20番台から30番台変わることはちょっと大きいです。ましてやね、ちょっと移動が多いこの修行の道場高知、一つ一つね、一つ一つもうやっつけていくしかないと、まあ回るしかないと、まあ当たり前のことなんですけども、これを積み重ねていけと、そうおっしゃってられるんでしょう。そしていろんな景色をねまた見せられるわけですよ。今日はね、朝のね、お寺のね、すごくね、綺麗なね、美しいね、もう日差しがね、綺麗だなと思うようなこう日差しが入ってきてね、朝早く来るとこういう景色が見えるんだと思いながら、ありがたい気持ちになってね、お祈りさせていただきました。今8時半過ぎましたね。8時39分です。もう8時40分です。高知市内ちょっとやっぱ朝だから渋滞してますね。まあラッシュアワーですよね、この時間帯はね。朝のラッシュアワー、ジャッキーチェンです。クリス・タッカーです。まあ、そんなんでピンとくる人ってもうほんとおっさんなんだろうな。これはお昼はやっぱカツオですか。昨日もね、カツオ食べましたけども、カツオの竜田揚げ美味しかったね。あれ食べさせてもらいましたけどもね。今日は果たしてどんなものが食べれるのか、さあ頑張るぞ。午前中どこまで回れるか、やれるだけやる、回れるだけ回る。次のお寺はなんか山の上ですね。こう地図見ると上に登ってけみたいな感じで書いてあるな。いやー、ファンタジー、ファンタジック。そう、お遍路しないと絶対通らないし絶対来ないとこだもんね。いやー、また今日もなんか見せられてますね、景色をね。こういうとこあんだぞみたいな。あ、海沿いでいいなー。おー、あー、海だ、海、海沿いの港町だ。うわー、おー、ここ、わ、ここ登れって、チクリンジこっち登れって、うわ、すごい、登ってけよということですね。登っております。登っております。よいしょ。ここかな。あー、駐車場ですね。はいはい、到着です。わー、来ました来ました。あー、すごい。はい、到着。31番、竹林寺、伸びやかな竹を表現してみました。竹林寺。わ、苔がすごいな。すごい庭園が、美しい庭園があるんですね。苔がすごい、そして石段がすごい。これはすごいな。ドラマティックな 石段ですね、これね。朱色の塔が見えてきた。すげえ。うわ、ファンタジック。ではお参りしてきます。おみくじあります。どれ、3つもありますね。子供おみくじ、お守り、男みくじ。ちょっと男らしくていいな。男みくじにしますか。あ、女みくじもあるんだ。男みくじ、男みくじ。お、すごい。あ、こういうなんかアクセサリー入ってました。さあ、そして運勢は、お、自分を信じ次なる挑戦を。野心が強まるとき、さらなるステップアップへ向け動くなら今が最適。今だと、今でしょって言われてますね。今9時半です。9時30分。じゃあ次のお寺へ向かいます。すごい景色ですね。うわ、川が綺麗。はあ、すごいな。今日もまたね、いろんな景色を見せられますね。綺麗だな、日本は。綺麗だな、うん、日本は美しいな。
なんかそう思っちゃうね。まあもちろんね、世界いろんなとこ行って美しい場所いっぱいありますよ。日本も美しい。すごいな。いや、美しいって感じる心も大事だよね。感動する心というかね、感受性はやっぱ豊かでないとな。年を取るとね、感受性が涙腺は緩くなるけど、感受性がこう薄くなっていく、慣れてしまうね。人生経験があるから、こう新鮮な感動がどんどんなくなっていく感じはするんですけども、それでもやっぱりなんかね、新鮮な感動というか素直な感動はしたいなと思います。もうどんどん感動をね、僕はもう感動しまくっていくつもりでいますから、あえてね、もうガンガン拾っていこうと、感動していこうと、感動したって言えばいいですからね。そういう方向でいきたいと思っております。どうぞお付き合いください。こんな副島くすにどうぞお付き合いください皆さん。いやでも本当いい景色だな。これ右に曲がれと。はいはいはい、お遍路してますね。お遍路してるなと、こういう道を走るとね、思ってしまう、感じてしまう。いや、いい天気だな。暖かくなってきました。まあ昨日よりは全然ね、ちょっと寒いかなと、気温は低いかなと思いますけども、おい、ここ右、はい、よいしょ。まあ昨日はちょっと暑すぎたかなと思いますけどね、ちょっと本当秋みたいな天気だったもんな。冬のジャケットじゃなくてよかった日ですからね、昨日はね。まあ、今日は普通ですよ。まあ春、まあでも暖かい方だと思いますけどね。これだ、よし、これを曲がれと出ております。マニアックなルートを選択しております。副島くすでございます。どうぞチャンネル登録をお願いします。本当マニアックだな。まあカブだったらいけるな。でこれを左、はい、これを左と。うわ、これまたまた山の上の方にあんのかな。これ山ですね。登りますね、またね。よいしょ。あ、犬、ワンワンがいます。あなたはどっから、飼い主は、飼い主はいるの。ことごとく山の上だな。おーと、ここか。おー、ここですね、善治無事。おー、ここです、ここです。はい、止めます。猫、にゃんにゃが止まっております。にゃんにゃ、にゃんにゃ、おい、あ、こっち寄ってくる、うん、にゃん行っちゃった。よくしょ、登ります。うん、シーズン2は登るんです。よくしょ、本堂はこっち。ポン菓子売ってます。ポン菓子100円。32番、善治無事。あ、すごい、本堂が、本堂です。あ、すごい景色。いや、すごいな、大パノラマですね。海綺麗だな、水平線が。いや、素敵だ、これはすごい。次の、設計時まで20分ほどかかりますかね。よし、行くぞ。まだ行く、まだ行ける。はい、山を降りてきました。あ、桂浜という文字が出てます。桂浜も見れます、楽しみ。いや、なんか果てしないな。県道14号線を走っております。ちょっと今果てしない気持ちになっております。すごいとこ来ちゃったなと。あー、すごいとこ来ちゃったな。海だな、あれ左側は。あー、見せられてますね、景色をね。どうだと、こういう場所があるんだぞと、こんなとこもあるんだぞと、どうだ、よく見ろっつって、そういうお導きにね、合ってるような気がします。
だいぶ前に行きましたね。ほんとまだうちの息子さんがですね小学生の頃に、行きました。ちょっと龍馬かぶれになった時に行きましたね。そう、坂本龍馬記念館もあったな。そこにも行ったな。お、浦戸大橋です。これを渡れば桂浜です。あ、すごく潮の香りがする。わあ、綺麗だな。すげえな。いやー、今日もまた景色を見せられてるな。でかい海は、でかい、すごい綺麗。昨日もね、大概綺麗でしたけども、今日も綺麗だな。高知の海、うわー、お腹空いてきたな。お腹空いてきましたね。じゃあもう今日設計寺行ってご飯食べてで帰るということにしようかな。設計寺までは行きましょうよね。もうあとすぐだもん、5分だもの。長宗我部元親公初陣の像。ああ、元親さんです。長宗我部さんです。ああ、元親さんでした。ここかな。ああ、ここです。ああ、ここです。ここです。ここです。はい、33番設計寺お参りしてまいりました。設計寺、設計寺。さあ、もう11時になろうかというタイミングです。ですので、お遍路ですね、シーズン2はここまでということにしたいと。まあ、33番設計寺、こちらで、シーズン2は終了ということにしたいと思います。から止めてる場所に帰るってなるとどのくらいかかるんだろう。3時間26分で出ました。153キロあります。これをまず帰ります。ノンストップで3時間半ってこと。ということは、まあ、休憩もしてご飯も食べてて、やっぱ5時間だな。4時ぐらいということですか。まあいい時間ですよね。そこから僕もう一回大阪まで帰らなきゃいけないからね。帰ろう。Música, música, música de la República.